はい。皆さんどうもこんにちは。こんばんは。おはようございます。カズチャンネルのカズです。今回はですね、HMV さんの方で、またとあるものね、購入したので、開封の方ですね、していきたいと思います。題名見たらね、わかると思うんですけど、今回、開封するのはですね、カナダですね、5枚目となる、オリジナルアルバムのガールズストーリーがですね、HMV さんの方から、届いたので、開封の方ですね、していきたいと思います。自分がまず買ったのは、こちらですね、初回限定版 A と、初回限定版 B になります。まずはですね、初回限定版 A を開けていきたいと思います。初回限定版 A はですね、オリジナルクラッチバッグがついています。あとですね、DVD には、マンマミーア、サマージックの、全体バージョンとメンバー別の映像と、カラフィットの、なんか、ね、映像が入ってるみたいです。CD はですね、マンマミーア、サマージック、サンシャインミラクル、ラブクリック、ネバーランドかな？ネバーランドっていう曲が入っていて、6番がソーグッド、7番がキスキスキスで、8番がラストサマー、9番がサンデーデイズ、10番がファンファーレ、11番がフォーエバーラブとなっておりますね。それでは開けていきたいと思います。開けました。ですね、開けるとですね、クラッチバッグが入ってますね。クラッチバッグの方はね、今回の方は開けないんですけど、こんな感じで結構ね、大きめの、ね、クラッチバッグになってますね。結構意外と大きいのでびっくりですね。はい。次はですね、これは違いますね。クラッチバッグの説明でした。こちらが CD 本体になりますね。こんな感じですね。裏面が、こんな感じです。開けるとですね、緑を基調とした感じの、CD のね、パッケージになってますね。あと開けるとですね、トレカが入ってました。トレカはハラちゃんですね。なんか僕の開ける動画がなんか知らないですけど、ハラちゃん率がめっちゃ高いですね。はい。で、開けると、こんな感じで歌詞カードがついてますね。各曲順で、入ってますね。あとメンバー別の、こんな感じで画像みたいなのもあります。はい、こんな感じです。次はですね、初回版 B を開けていきたいと思います。初回版 B は、こちらですね。こちらの方はですね、からのですね、今年の2月にあったバレンタインパーティーのですね、2015年のあったイベントのね、なんか映像が収められてるみたいです。あと、カラフィットのボリューム2ですね、っていうのが入ってますね。収録曲はですね、初回版 A と B と全く同じになっております。これと別に、C があるんですけども、C はですね、トレカがついてるだけで、DVD も何もついてなくて、こんな感じでね、通常バージョンみたいな感じになってるみたいです。開けると、こんな感じですね。ピンクのなんか女性らしい感じの、なんかパッケージになってますね。こんな感じです。こちらも同じく歌詞カードになってますね。歌詞カードがすごい抜きにくいですね。トレカの方がですね、からの新メンバーになった、ヨンジさんですね。夫はついだったか忘れましたけど、ヨンジさんがデビューして300日経ちましたね。はい。あと、カラーデビューのね、3000日も、ありました。はい。同じく、こんな感じで、開けるとですね、ギュリさんですね。で、曲の説明とか書いてあって、歌詞カードですね。はい。で、スンヨンさんで、
ルと原ちゃんですね。はい。まあ、同じく歌詞カードになってますね。で、最後が4時3ですね。まあ、こんな感じですね。はい。このね、カラフィットというやつはですね、なんか、カラのですね、ダイエット DVD がですね、夏に発売されるみたいで、それのですね、ここに入ってるのは予告映像みたいな、感じのやつが入ってると思います。で、まあ、ね、明日ね、ユニバーサルミュージックからですね、この同じ初回限定版 A の、120ページのフォトブックがついたオリジナル版がまた来ます。はい。それではですね、また、次の動画でお会いしたいと思います。それではですね、気に入っていただけたらですね、チャンネル登録と高評価の方、ね、お願いいたします。それではですね、これで動画の方を終わりたいと思います。じゃあ皆さん、さよなら。